それを見たのはいつの日だったろう。畏敬の念を抱くほどの壮麗さ、人生さえ変えるほどの力強さ、時が経つのも忘れるほどの美しさ。今再びその感動が訪れる。今年も演目を一新してあなたを待っています。シェンユー。中国での感染症の再流行はアメリカ議会でも懸念を呼んでいます。11月29日、アメリカ下院は中国共産党の暴政に抗議するための白紙運動の1周年を記念しました。より多くの議員が今回も中共の感染症データを信用してはいけないと表明しています。29日、アメリカ下院中国特別委員会のギャラガー委員長は、多くの海外の人権活動家とともにアメリカ議会の外で中国国民が行った白紙運動の1周年を記念しました。ギャラガー氏は新党人に対し、中共の専制政治に対する中国人の勇気ある抵抗は、自由は簡単には手に入らないことを世界に示していると語りました。What that would take to risk your life in a regime like that to speak on behalf of truth and protest tyranny, I think that should give us all who are lucky enough to live in the free world some courage to do whatever we can to protect the freedoms we have. 現在、中国では新たな集団感染が発生しており、多くの議員が新党人に対し、すでに世界中で数百万人が死亡した新型コロナウイルスの発生を隠蔽した中共の現在のデータなど一切信じていないと語りました。議員たちはまた、現在中国で発生している感染症について、さらなる情報の入手をアメリカ疾病予防管理センターに求めています。NTD ジャパンがお伝えしました。Hey, I told you enough of that. But look, this is different. It's Ganjing World.